どうも、旬です。こんにちは。皆さん、明けましておめでとうございます。今年も旬だよりチャンネルをよろしくお願いします。ということでですね、今回は2021年に旬ダイアリーによく出ていただいた就活生のお三方に来ていただきました。こんにちは。こんにちは。じゃあちょっと自己紹介一言ずつお願いします。はい、日本体育大学体育学部健康学科3年の小添壮太と申します。今年もよろしくお願いいたします。文系大学英語学科3年の高橋塚です。今年もよろしくお願いします。はい、一橋大学社会学部3年生の大塚希穂です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、そんな皆さんの1年を振り返るのと、あと新年の抱負を語っていただこうと思ってます。まずは去年1年間を漢字一文字か二文字ぐらいでちょっと振り返っていただきたいなと思ってます。ということで、じゃあ習字の方は皆さん得意ということで書いていただけたらなと思ってます。はい、小学校以来じゃない？でも小学校以来ですね。緊張する。キーちゃんなんで？書き初めはいつぶりですか？キーちゃん、それは小学校3年の時に、一番最初の授業で円を描いて以来です。円を描くっていうのはなんか丸を描く練習、筆の扱いを学ぼうみたいな。なるほどね。書き初め似合わないね。そういうか。これもうガチガチに固まってるやん。すずは習字習ってたんだよね。すごい。なってましたね。うまくなかったんだよ。めっちゃカッサーになってる。そんなことある？はい、ということで皆さん書き終わったということで、ちなみに僕の去年1年の漢字一言で言うと走るです。だから1年前と全然状況違うので、まあ、このオフィスも違いますし、その、まあ、メンバーも増えましたし、まあ、振り返るとめっちゃいろいろやったなっていうふうに思いました。もう来年の一言はもうもっと速く走るんですね。もっと速く走るよう一度頑張ろうと思ってます。ということで、皆さんの去年1年間の一言をお願いします。せーの。おお、みんなそんな字綺麗じゃないんだ。一人カスカスな人もいるし。じゃあルックアップからお願いします。はい、今年1年はご就職活動を含めていろいろ自分の過去のこととか、また未来のありたい像というところに本気で向き合って考え抜いて1年だったかなと思ってこの感じを選びました。あ、いろいろ向き合った。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとお願いします。はい、私は今年1年すごい新しいことにいろいろ挑戦して飛躍の1年だったなって思うし、あといろんなことに飛びついたのでこの感じを選びました。なるほど、飛びつくっていう。飛びつく、飛躍。じゃあキーちゃん、はい、食べる。私は食って書きますか、理由としてはとりあえず食に関連したことをすごくやったなって思い出があって、ゼミだったりバイトだったり長期インターンだったり、とりあえず食関連に没頭した一年だったなって思ってこの感じを選びました。おお、そうか。じゃあ2022年でもうほぼ学生最後の年になる感じですね。今日はですね、その来年の意気込みを語っていただこうということで、ちょっと神社に初詣というかお参りに行こうと思ってます。せーの、レッツゴー。ということで今鳩森神社という神社に向かってます。そういう神社楽しみだな。ねえ、キーちゃん、ホコイ君の神社マニアらしいんですよ。神社巡り好きです。結構でも本当に一人でなんか奈良とか京都に行って、あっちで自転車借りて、まあ、宿も取って一人でこう回るっていうのが、でも本当に好きなんだねそれ。はい、好きですね。え、一番おすすめどこですか、神社？一番おすすめのところやっぱり橿原神宮ですかね。どこにある？はい、奈良県の橿原市っていうところにあるんですけれども。なるほどね。じゃあ行こうか。おいで。行こう。
はい、ということで里森神社に着きました。ということで今からお参りしていこうと思います。じゃあ行きましょう。これですよね。久しぶりに神社あったわ。あ、すごくいい天気。ね。え、身長あるじゃん。何センチ？9寸。6尺9寸。100だから79ぐらいあるんじゃないですか。靴合わせて。何センチ身長？僕182センチです。あ、でも意外と正しいかも。でもやりますか？76.5 ぐらい。結構持ってるからね、今日は。本当だ。本当だ。下げた。結構持ってる。163.5。じゃあということで今から参るんですけど、この神社登山もできるということで、山登りもしようと思ってます。山登りは行けますか？お、好き。じゃあということでみんな。靴とかは大丈夫？大丈夫です。山登れる靴？はい。バッチリです。オッケー。じゃあ登りましょう。ちょっと待って。はい。ということでこちらです。ちょっと急だね。ということで運動不足だと思うのでみんな山登りしましょう。頑張りましょう。はい。じゃあ行きましょう。はい。2合目5秒でつける2合目3合目5合目かここでやっと半分だ。おじが早くみんな早いってみんな早い。そのまま登れる？登る？登れる細いくん。下山道も一応あるけど細いくん。頑張れ。よし。でも神社一望できるんだね。じゃあみんなで記念撮影しましょう。本当のことで、はい、ということでじゃあ絵馬みんな描いたと思うので一人ずつ発表していきましょうか。はい。じゃあ僕皆さんが主役なので僕簡単に世界一の就活メディアを作るっていう2024年ね旬だえりチャンネルおよび、うん、僕らのフラットとかもねその飛躍させる年にしたいなと思ってます。自己満足って書きました。理由としては結構他人に流されちゃってやっぱ就活って自分の人生だと思うので、まあ、最後自分が満足できるような結果にできればなって思っています。はい。素晴らしい。最高に熱く自分の心に正直に生きるです。まあ、一度きりの人生なのでもう自分本位でやりたいことを好きなだけやるそんな一年にしたいと思っています。私は2021年に挑戦したことをしっかりやり遂げる自分の周りの人が健康で笑顔に過ごすです。
2021年は挑戦の年だったかなって思うので、2021年はそこでしっかり結果を残せるように頑張りたいです。22年、またってつける、なんか娘からのがいます。じゃあおみくじ引きます。はい、せーの。はい、せーの。吉でした。正吉でした。吉でした。吉です。あれ、みんなあんま良くないね。順調なのはここまでのよう。あ、恋愛ね、ちなみにみんなは彼氏、彼女いますか？キーちゃんは彼氏はいるんですか？おお。お疲れ様でーす。これはマッキンゼ成功だったことがある。